はいどうもバチオです。長篠城跡っていうか長篠城のね記念館的なもんがあるみたいなんでそこ行ってみたいと思います。というかね、まあ有料なはずなんで閉館中なのかな、コロナでやってないかもしれないけど、一応ここ駐車場なんでね、行ってみたいと思います。一応他の人もいるからマスクはちゃんとした方がいいとは思うものの、長篠城跡、史跡保存館、あ、一応開館中なんだ。はいはいはい。まあ中はちょっとねカメラで写すのもなんだけど、日本百名城ナンバー46、現在地が現在地そこ、わあ、あ、鳥居スネーモンの墓とか、あといろんなあれだな、貼り付けで死んだとこもあるのね。ババノブフサ死んがり戦中止の墓、そこは生きてえな。まあそうだよな。国指定史跡長篠城跡、開館220円で入れるのか、まあいいとこだな。まあ城の説明っすわね。まあこれ川と川に挟まれてるからね、確かに攻めにくい城ではある。はいはいはい。おっと、ナビがそのまんまになってる。要害の長篠城要所、すごいね、川と川に挟まれてて50メートルの断崖があるっていう、それは攻めにくいわっていうね。これが堀だったのね。はいはいはい。本丸跡こっちってなってるけど、上が本丸じゃねえのか。まあ一応くるっと回ってね、最後上行って終わろうかなっていう感じですけど。ここは本丸だったらしい。まあね、もう川の音が聞こえるぐらいだから、もうすぐそこは川ですしね。あ、滝があるんだ。へえ。あ、これ不忍の滝って一応名前は書いてあった。これっすね。
見えますかね。これ滝なんですよ、不忍の滝。高さは分かんないけどね。折り口は危険ですのでこの位置でご覧くださいとのことで、まあ、確かに岩山断崖絶壁なんでね、降りるとこもちょっとなさそうなんで、これはやめときましょう。ああ、ここにはあれですね、鳥居スネーモンの話が載ってますね。現在地からいやちょっと行ったとこで川へ降りて、で下流の方へ逃げてったと。はいはいはい。トリースネーモン一人じゃなかったらしいですね。僕ね、さっきね、別のとこ行った時に立て看板見たんですけど、トリースネーモンともう一人の人がね、徳川家康に援軍依頼して、でただそのトリースネーモンはその後こっちに帰ってこようとして捕まって貼り付けされるっていうね。ここの川の対岸でなったらしいんですけど、これはさすがに木で見えないですね。貼り付けの平地にありますということで。わ、結構これ時間かかりそうかな。ライオンズクラブか。ああ、ライオンズクラブが植樹したよってことね。はいはいはい。はいはいはい。あ、武田軍の5つの砦があるよということね。はいはいはい。ああそうだよね、酒井忠次がその当日にね、その設楽原の合戦の当日にこっちが手薄だってことで襲ったんだよね。うん、そうそうそう。しかしなんでこうね、みんな山頂に砦を作りたがるかね、城とか。ほんと不思議だわ。まあおいおいこの辺の山も登ってみようとは思いますけど、今は無理っすね。はいはいはい。とりあえずこの上以外はこれが最後かな。これは、はいはいはい、植樹の日か。はいはいはい。なぜアメリカにから送られた木が植樹されてるのかわからんが。さあ、そしてもうここは最後でしょう。
まあね、こう山ってのは本当きつい。昔の人の平坦の認識はどうなってんのかっていうのはね、本当俺不思議でたまらんすわ。まあこんだけ俺がハーハー言ってるんだね、鎧兜かぶった人はね、あの攻めるのは本当大変だったろうと思いますわ。そりゃ10倍いるよ。あ、はいはいはい、これはあれだ、お稲荷様があったんだけど移転したんすね。はいはいはい、 お寺の中にここにあったお稲荷様が移転されましたという、そういうお知らせですね。どうやらお城とまあ関わりは薄いというか、まあまああったんだで、あったんだ、関わりはあったんだと思うんだけど、まあそんな感じですね。だってここから見たってさ、だって向こう側から、だって川、このね、あのこっち側も川だし、こっち側も川だし、川だしっていう状態で攻めようと思ったらこっち側なわけなんだけど、これこれもはやここでこれだからね。こんなもんさすがに10倍とか兵力いないと攻めれんよっていうね、10倍いても耐え切ったわけだけど、結局長篠城はね、武田家だってこれでこれじゃ攻めれんってことでね、籠城ね、持久戦にね持ち込んだわけで、いやーこれはきついわ。でこんなきついとこにあるのにね、こっち側はねそこそこ平地だからな。まあいいや、よいしょ。お、最後だ。まあね、あのこの辺で終わりみたいなんで、終わりにしましょうかね。じゃあ終わりにします。以上、パチョでした。バイバイ。